ちょっとだけ覗いてみーひん？見ちゃおー。マーヤのお兄ちゃん振るなんて、あの女ボッコボコにしてやる。かわいい。どうやったら痩せれるかな。ちょっと寝っ転がってないで一緒にやろうよ。あ、これゾンビマスク。あ、伝説の。やばい、ゾンビになっちゃうんじゃない。うわうわ。お名前は渡辺理子です。好きな食べ物は何ですか。ハンディマスター。ディラ。あ、知ってる知ってる、親戚です。ありがとう、びっくりした。さらに18歳のお祝いとしてダイヤのネックレスをプレゼントしてくれた。うん、かわいい。もらった。日本語も少し通じる。そう、明日覚えてるかなと思ってた。覚えてる。乃木坂46ってグループ知ってますか。うん、そうだから変ちゃだろうね。知ってます。これを見ないけどね。まだわかる。うん、嬉しい。あー、びっくりした、本当に。あー、びっくりした。すっごい嬉しい。嬉しい、よかった。覚えてくれる、本当に覚えてる。嬉しい。こんなことまでしてくれるんですね。こちらはサロニアスチームモイスチャーストレートアイロンです。2段階スチームでつやめく髪へ。髪の状態により2段階スチームで納得いくまでセッティング。スチーム微粒子が髪の奥まで浸透し、やることなくなっちゃってる。髪に洗い、潤いを与えてくれます。ちゃんとメモしてるの。真っ白。あ、メモしてんのかと思ったよ。なんかすごい念入りに見てるから。まあね。で、それが終わったので、それが終わりましたので、移動してくる。何やろ、次白いかも。あ、マジか。で、そこに移動しました。で、それで、後ろにバーンと肩をやりに行く。パン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 。はいはい。で、これ食べるんですか、このクッキーを、周りを買ってんのかな。そのチョコの食感とクッキーの食感がマッチして、とっても美味しいんですけど、で、この遊び心、ミルクを注ぐっていう、ちょっとね、遊び心はまあ世間にきっと受けるだろうなと思うし、より美味しく感じさせるっていう。なるほど、ありがとうございました。ありがとうございます。美味しかったです。はい、斉藤さんすごい食べてます。美味しいですか。美味しいですか。牛乳を入れとくと、ええ、溶けるんですよ、チョコが。あーはーはー。今超美味しい今。時間が経ってくるとまた違うんですか、味が。アスタちゃん結構もう底の方まで、塔の底の方まで行ってますけど。そうなんですよ、うん、やっぱ人間って何かを崩したいっていう欲求があると思うんですよ、人間は。はい、この塔を自らの手でぶっ壊してやるっていう、その快感を味わえるので。なるほど、塔を自らの手でぶっ壊してやるっていう。そうなんですよ、はあはあ、進撃の巨人って流行ってるじゃないですか。はいはいはい。その気分を味わいながら。進撃の巨人はでも巨人がただ壊してくるだけで。巨人になりたいと思いませんか。
確かにあれももともと元は言えば人間ですもんね。今巨人の気持ちで食ってるんですね。そうです。ありがとうございます。あすかちゃん、はい、食べ終わりました。完食ですね。はい、完食しました。はい、どうです？お粗末様でした。お粗末。様の立ち位置が、はい、ありがとうございました。ちょっと全部食っといておそば様でした、ね、いやひどいよ。ありえないよ、出した側の意見ですよ。その作った人かおそば、ありえませんよ、食っといてもう粗末なもんだったって言ってるんですよ。ですから、いや人が食ってるところの人のコメント中にずっと食ってるから、うん、結局コメント泥棒じゃないけど結局アスカちゃんに言っちゃってるんですよ、ね、いやこれはでもある種テクニックであるんじゃないですか、テクなんですかこれはね。午前中の情報番組だとあんまりありえないかもしれないですけど、そうですよね、普通のゴールデン帯のバラエティだったらこの手の人にはコメント一番振りますよね。あ、振ります。クマですよね。いや僕もねクマなんじゃないかなと思って聞いてみたんですけど、お客様クマさんですか。あ、失礼いたしました。違うっておっしゃってました。え、いや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 、違くない。気にしすぎだと思いますよ。気にしすぎ？酒持ってるし。クマじゃん。さすがよく動きますね。でしょ。これも休む前に見ました。次。え？次はこれだけですか。うん。本局で売って牛乳だよ。笹取ってありがとう。売って牛乳。あ、金森さんに元気になってもらおうと思って。それはどうも。何しに行くの？着替え。ね、ゆりもついていくね、このまんま。着替え。うん、行こう一緒に。いいよ。いいね、この会話。これさ、あれだよね。さ、SNS のさ、ハッシュタグアスカとデートの、彼女とデートなのに使っていいようだよ。出た。手伸ばしてみて、手伸ばしてみて。やだ、嫌い。ね、やってみて。いいから、ゆりとならやろ。これ、はい、これ電気ついてくれたから、はい。はい、ハッシュタグ。やだ、ね。まだできてない。はい、はい、有料有料。じゃあ100円あげるから、ハッシュタグアスカとデートナウに使っていいよ。するかバカ。
ねえ、ピカニャンって何？ピカニャン呼んでほしいの？だって呼ばれてるもん。スカ、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 あの生ぬるい息が、スカ、生ぬるい息がダイレクトに、スカ、生ぬるいんだが、スカ、スカ、スカ、逃げるしかない。スカシペ、やだ。スカシペ、スカシペでしょ？スカニャンだもん。あらも。あなたのハートくらスカニャン。あいいかも、ね、カメラ一応あるんですけど、やめてください。ちょっとあなた会えてます。真夏、真夏どんな調子、どんな MC やったか、調子どんな。見てこれ可愛くないですか皆さん。これ皆さんに見せたい。怖いわ。面白いわね。怖い、結局絵も見せてもらえないし。